皆さんこんにちは、三ツ矢です。本日はプロスピエース検証シリーズやっていきたいと思います。1回目はサウナ、2回目は音ゲーだったわけなんですが、3回目である今回何について研究していくかというとオナニーでございますと。まあ、いきなりね、過度な下ネタで皆さんハテナマークが浮かんでいるかと思いますが、まあ、調べたところによると適度な頻度によるオナニーっていうのは集中力を上げるっていうデータもあるわけなんですね。というわけで、今回もいつも通り、まず1試合やって、その後オナニーをして2試合ぐらいやっていきたいと思います。あーやべえ、やらかした。もういっか。はい、というわけで1試合目やっていきましょう。ですね、いきなりね、もうさっき打順を変えた、あ、違う、さっきねメンツを変えたので、あの打順がぐちゃぐちゃではございますが、まあとりあえずね1試合目やっていきたいと思います。お相手さんがねランキング370位ぐらいというね、なかなかの猛者だったので、まあやっていきますか。ちなみにね、のりもとさんまあまあ苦手なんですが、はい、あはーん、ひどい。ちなみにね、今日昼間まで純正杯のね大会やってましたんで、まあどちらかというとそっちに慣れておりますので、ちょっとね打てるかどうか微妙なところではございますが、まあ頑張ってねやっていきたいと思います。ひどいの。外カットでまずはカウントを稼ぎ、ちょっと、菊池さん、あなた、あなた今日の大会でもフィルダーズチョイスやってたわよね。もう何してんのあなた。もうよかったじゃない、普通にワンアウト取って。もう何してんのよ本当にさ。ほらー、ね、あんまり予想しないでやろう、インハイ。おーい、というわけであまりにもデータが少なすぎたので2試合目の方やっていきたいと思いますと。うん、お相手さんの守備が勝てー、誰が俺のチンコやねん言うて。というわけでね、やっていきましょう。ちなみにね、なんでバッティングがねこんなにひどいのかと言いますとですね、まあ理由の一つとしてね、まあこの後ね、しこるわけなんですが、まあ今日のおかずは何だろうなというのが頭から離れないわけでございますと。しっかり振り遅れていく。めっちゃ厳しいところ。よう見た。カウントを稼ぎたいところで、というわけで、後半戦ね、1試合目、バッティングの方やっていきたいと思います。前半戦からね、続けてね、3試合連続ね、先行っていうのは非常にありがたいところですが、まあ、しっかりとアウトになっていくと。まあね、前半戦2試合がね、2試合連続で、まさかのコールド負けというね、結果に、不甲斐ない怪我に終わってしまったので、まあ、やっていきたいと思います。ちなみにね、今回のおかずは、素人ナンパ企画、アットマーク女子大生、男女の友情終了、マジックミラー号で、ちょっと待って、今タイトル読んでたからやってよ。マジックミラー号で美人リアル大学生お姉さんスマタマッサージ浴場セックス絶頂という動画になっておりますと。はい、というわけでね、おかずの話をしていたら早速ツーアウトになってしまいましたと。でもね、やっぱりね、頭はすっきりしますよ。はい、まあ結構すっきりはしてるし、そのね、なんだっけ、あはーはー、うんち、あはい、というわけでね、本日初めての2回の攻撃やっていきたいと思います。鈴木誠也さんに来るのね初めてですね。はい、あらはは多分効果ないです。はいはい、ヒット素晴らしい。あー悪くないね。でも打席の内容は間違いなく良くない。おーい、というわけでね、4試合連続先行というところでね、やっていきましょう。まあ、先ほどの試合はね、コールドではありませんでしたが、まあ、見事に3連敗というところで、効果があるのかどうか微妙ですが、まあでもね、実際さっきスキアしてて、まあ、ただね、私ね、抜くのはお風呂場派なんですね。なので、お風呂で抜く派なので、お風呂で抜いてそのままシャワー浴びてるんですね。なので、もしかしたらただのシャワー効果の説もありますが、まあまあまあ、まあ、それも含めて今回の検証結果でございますと。ちなみに皆さんは、抜くのはどこ派ですか？高校の時にね、アンケートを取ったら、意外とね、部屋派と
どこだったっけ、トイレ派が意外と多くてね、風呂派の私ね、あのまさかめちゃくちゃマイナーだったわけです。あはーん。ってこれ、部屋で抜くってえぐいよな、まあ、あの、私ね、あの、高校卒業までね、あの、お姉ちゃんと同じ部屋だったので、あの、部屋で抜くというのは言語道断だ、わ、言語道断、言語道断だったわけなんですが、まあ、みんなね、意外と一人部屋だったらしくてね、部屋で抜いてたらしいですね。いいなぁ。ちなみにね、私は大学生なので今一人暮らしなんですが、まあ高校の時の名残で今も、お風呂場で抜いておりますと。いや、お風呂でね、あちまあ、あの私ね、お風呂場でどーん、あら、お風呂場で、あの、壁に向かってぶっ破するわけなんですよ。壁に向かってぶっ破して、それをそのままシャワーで流して、そのままシャワーを浴びるというね、寸法をやってるわけなんですけどね。あんまりね、ティッシュとか使わない派でございますと。なんでシコティッシュ U ではないというわけですな。どーん、はい、本日初オムラー風呂にはちょっと進めたいんですよね、皆さんにね。あの、シャワーも浴びれるので、あの、こんな感じでね、バッティングは良くなります。あの、多分ね、シコティッシュプラス、あの、シャワーかなというふうには思いますね。いやー、ちょっとコメント欄でね、部屋に派か、いい、素晴らしいですな。あの、一応ね、部屋に派か、トイレに派か、風呂に派か書いてほしいんですよ。あと、皆さん、抜くときは立ってやる派ですか、座ってやる派ですか、そちらの方もね、書いていただけると嬉しいです。ちなみに私は立ってやっております。立って壁にぶっ破しております。あーはーはー。皆様、まあ、抜くときの手は利き手ですか、それとも逆手で逆手、利き手じゃない方でやりますか、どちら派ですか。あー、やば。ちなみに私は、利き手ではない方の左手でやっております。はい、今回ね、ダークホースというような感じ。あ、危ねえ、素晴らしい。おーい、というわけで今回もラスト試合の5試合目やっていきたいと思います。おーい、というわけで、大相手さんのね、初回の攻撃をね、三者凡退で抑えたので、私はね、裏でね、コールドで締めていきたいと思いますと。はい、ナイスシフト破り。いや、まあひどいバッティングですが、こちらもやっていきたいと。あ甘めのバイデルト。あれあれー、はい、広角あったら今の間違いなくホームランですからね。はい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 、まあこれはね、なんとかなったと。はい、あん、早漏です。さっきもね、入れる前に出ちゃったんですよねあれ間違えて、あ、もういってんのかなと思って間違えて出しちゃったんですよね。もう私早漏でございますと。ドーン、はい、よし、オッケーオッケーオッケー、いいよ、バチバチに引っ張ってますけ、まあまあまあいいでしょう。はい、検証結果、マジックミラーしか勝たん。以上。